はい。えー、次に、えー、PDF ファイルというファイルフォーマットで、えー、名刺の紙面全体を書き出すやり方を説明します。えー、デザイン編集のメニューから、えー、印刷を押しましょう。はい、えー。このようにウィンドウが出てきますが、これで注目してもらいたいのは、 印刷するの横にある PDF 書き出し。こちらのボタンをクリックをしてください。はい。そうすると、これをキャンセルをしてもらって、先ほどのウィンドウをキャンセルすると、print.pdf という形でダウンロードされます。これもファインダーを開いてみると、ここのところへ print.pdf とやります。 同じように目玉のアイコンをクリックしてプレビューをしてください。えー、見てわかるように10枚の名刺、えー、用紙1枚分がダウンロードされています。これも同じように名前を変更をしておいてください。これで皆さんが必要なファイル、 ly, それから pdf, ping, 三つのファイルが揃いました。これも合わせて書類の方へと移動しておきましょう。ね。はい。このような形でデータが